ついたね。本当だね。ああ、お腹がすいた。うまそうな。ガーを食べてやろうか。いやー、ちょっと待ってください。あちら見てください。ん？では、たこ焼き屋さんだな。あれ、絶対美味しいっすよ。あれ食べたらお腹満足になりますよ。そうです、そうです。そうか？じゃあ今日はたこ焼きにしようか。僕たちもそう言ってたんでございます。そうなんです。よし。すいません。たこ焼きください。はーい。少々お待ちくださーい。ではまずね、たこ焼きの生地からね、作っていきます。お粉をシャーッと入れて、8cc のお水、そして混ぜます。もうすでにたこ焼きの色ですね。入れていきます。たこ焼きといえばソース、マヨネーズ、青のりですね。ちゃんとね、お粉があるんですよ。 4cc のお水、はい、ソースの出来上がり。マヨネーズ 3cc の水で混ぜます。マヨにしか見えない。なりはこちらをカットします。では焼けるまで少々お待ちください。はい、ずいぶん膨らんできましたね。焼けましたでしょうか。ではひっくり返します。おっと、まだ早かったようですね。ね、あるあるですね、たこ焼きあるある。はい、もうちょっと焼きましょうね。カンカン、いい匂いだね。早く食べたい。パチッパチッ。さあ、焼きましたでしょうか。よし、よし、よいしょ、よいしょ。うわ、こんもり。ちょっと形悪いですけども。よし、お皿に入れましょう。はい、おいしそうに焼きましたね。ではソースをかけますよ。いきますよ。マヨ、最後に青のりをパラ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 。はい、たこ焼きの完成。ちょっと青のりかけすぎた。はい、完成です。わー、食べたい。でもライオンくんが、怖いよ。いいこと考えた。何？これはちょっと置いといて、残りの生地で、ほら、あ、これってあれだよね。さあ、膜焼けたでしょうか。よいしょ、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 よいしょ。はい、君たちにはこれ、たい焼きをどうぞ。あーわー、ありがとう。いただきます。
食べておいで。はーい。あー、お腹すいた。できた？はい、たこ焼きどうぞ。おー、いただきますわ。チチチチよー。あー、おいしい。そういえば、あいつらはどこ行ったんだ？あの子たちはね、ライオンくんのために置いておいてくれたんだよ。ごめんなさい。僕が全部独り占めするから。でも食べちゃう。ありがとうよ、みんな。